こんにちは、ようこそフロムソフトウェア。私はフロムソフトウェアの中島です。今日はスタジオの方のご案内をしますんで、設立して25年になります。全社ではですね、200名ぐらいの従業員がいるんですけど、やはり開発セクションが 80% ぐらいを占めてます。彼がですね、デザインチームのリーダーで佐竹です。デザインセクションという部署はですね、ゲームの底の底のですね、もうベースになっているその世界観。フロムソフトウェアの鍋島と申します。アーマードコアのプロデューサーを担当しています。よろしくお願いします。彼が CG セクションのボスで、ムロと言います。はい。今こちらでは AC5 の、モデル制作をしております。キャプチャーモーションキャプチャーのスタジオの方をちょっとムロさんの方にね、じゃあ案内してもらいましょう。はい。カメラが今18台ですね。アクションの激しいキャプチャーですと、モーションアクターっていう専門の役者さんを呼ぶんですけれども、簡単な、例えば歩兵が歩いているとか、そういう簡単なアクションであれば、社内のスタッフ。ゲームをプレイしている人たちに一番やっぱり感じてほしいのは達成感というところではあるんですけど、僕は仕事をしていてですね、一つのものを作るまでにはですね、それぞれの人の思いがあって、それが集結していって一つのものにつながるというふうに思っているので、みんな自分一人ではやっぱりものっていうのは作れないというふうに思ってますので、みんなと協力して最終的にものが仕上がった時に一番達成感が味わえるというふうに思ってますし。なるほど。なんかちょっと変わったもの出てきましたけど、これデーモンズソウルのですね、奴隷兵で一番弱いキャラクターだけでなんかプレーをした、オリジナルのなんか世界に多分一本しかない動画だと思うんですけど、このものちょっと見て生がありました。はい。デモンソウルなんですけど、そんなに正直ヒットするというふうには思ってなくてですね、我々とするとすごく、時間もですね、パワーもかけて作ったタイトルだったんで、かなり自信も持ってたんですけど、本当に正直こんな結果が出るというにはそこまで本当にヒットするというには思ってなかったというのが正直な気持ちです。次のダークソウルに向かってですね、どういうふうに考えているかというと、そういう中で得たですね、ユーザーからのいろんな反応であったりとか、意見であったりというところをですね、今回の作品においてはですね、非常にこう生かした形でですね、作っていくことができると。ここがサウンドセクションになります。はい。じゃあこの方が江藤さんです。このもじゃもじゃとした感じですね。はい。フロムソフトウェアはですね、考え方として、時流に、流されずにですね、我々が作りたいものって、もちろん自分たちで価値のあるものっていうものを生み出していた、いきたいというのが、会社の企業理念であるんで、何かが、ヒットしてるからこういうものを作ろうではなくて、我々が作りたいものでやっぱり価値のあるものっていうものを、一番重要視して、これからも作っていきたいと。日本ならではというんですか。狭いサウンドブースです。日本最小のブースですよね。非常に楽しんで、楽しんでというとちょっと語弊がありますけど、苦しんだりとかいろいろ楽しんだりとか全て含めてですね、僕とすればこの会社でやることに対して非常に喜び感じてますし、誇りに感じてます。